い、どうも、わっきーです。さあ、福岡滞在今日で5日目でございまして、今日紹介するお店が今日もお肉でございます。お店が博多ビストロ竹の屋でございます。で、今日こちらのお店紹介していただいた方、女性の方でございます。すみちゃんです。あ、どうもどうもね、テンション高いですね。今日なんでここなんですか？だって竹の屋さんって知ってますよね？はいはい、いや、だから知らなかったんですよ。さっきちょっと聞いたんですけど、だから福岡では有名なんですよ。超有名ですよ。黄色い看板で、はい、竹の屋さんって言ったら、はい、福岡の庶民の味、もう本当ワタミとかわらわらと同じレベルぐらいに超有名な居酒屋さんなんですけど、はい、ここがビストロやってるって、はい、私もちょっと知らなくて、はい、お肉好きだから絶対喜んでくれると思って、うん、なるほど、ここにしたんですよ。これ安くないですか？安いです。で、サーロインで 120g ですよね、はい、で、880円ですよね。これかなり安いですよね。あと下がステーキとハンバーグのコンボで1580円。あ、しかもこれ結構量多いですね。これで1580円。これこのシーンいるかな。ちょっと使うかどうか分かんない。メニューどこ見ても肉ばっかりですね。普通なんかビストロって肉はもちろんあるんですけど、なんかなんだろう、アヒージョ的なやつとか、あ、あるか、アヒージョとか。あ、あったわ。あ、アヒージョあったわ、はい。あるけど、あと生ハムとか。だけどなんか肉がすごいな。もうこのページだけでも肉三昧でございまして。で、まあこれさっき表で見たやつなんですけどね。990円で、これは安いですよ。で、ライスセットとかもあるし、で、さっきのこれコンボでしょ。で、こっちにも牛厚切りステーキっていうのがあって、グレードのいいお肉ですか、これリブロースかな。で、牛すじトマト煮込み卵のせ、これはめちゃくちゃそそるな。で、こっちのページもね、お肉なんですよね。あ、これすごくないですか。一人一皿限定で国産牛ホー肉赤ワイン煮込み、なんと690円です。これはね、超安いでしょう。まあ、ちょっと限定だけどね。失礼します。今日はデリベリー神社です。かわいくないですかこれ。かわいい。じゃあ、はい、ザ女子です。女子、なんかザ女子を押しますね。乾杯。これあのタンですか？タンまで乗ってるサラダですか？ですうわ、すごいなこのサラダ。中にもタンが入ってるって、これすごくないですか。ほら、どうぞ。あ、すいません、ありがとうございます。いただきます。いただきます。うまくない？いや、これはうまいな。おいしいでしょ。いや、これうまいですね。おいしいでしょ。あ、タンすごい噛み応えあって、これはでもピリ辛なキムチがまた、うん、うん、このソースもおいしいですね。うわ、来ました。ナイフで切らなくてもほぐれちゃう、はい、結構量多くないですかこれ。いや、ちょっと待って、まさかこんなに大きいと思わなかったです。でしょ。これ一人一皿頼んじゃうと、でも他の料理が食べられなくなっちゃうかもしれません。あまりの凄さに今ちょっと噛んじゃいましたけど。うわ、これはすごいな。3つで割ってもこんなにでかいですよ、1個。うん、お店大丈夫かって心配しちゃうレベルですよ、これ。うん。お、いた。おじさん。おじさんですよ。40ですよ。若い。40ですよ、僕。あれ、年知らなかったんですか？もっと若いかと思ってました。だから、今のおじさんですねって言われたのは、もうまさに当てはまってる。いくつぐらい見えますか？34。マジですか？福岡で住もうかな。住んでください。今、もう肉ガンガン頼んじゃったんで、赤ワイン行こうかな。せっかくね、ビストロの店なんで。これあの赤ワインなんですけど、11種類赤ワインがあって、で、値段もね、結構リーズナブルな価格帯なんですよね。で、裏見たら白ワインが、9種類ありまして、やっぱりね、ビストロなのでね、まあ、ワインもね、いろいろ取り揃えてると。うわー、はい、イタリアピーソース、はい、これ1000円しないってすごいですね。すごいでしょ。いや、これすごいわ。
来ましたね。来ましたよ。ビストロ竹の屋さんの、はい、これ看板メニューですよね。看板メニューでございます。サーロインステーキ、ちょっと赤ワインで合わせたいんです。いつものワッキーキビじゃありませんけど、ちょっとイレさんもカットしちゃって食べやすいかって感じで。あ、柔らかい。お、柔らかいですねこれ。いただきます。ちょっとソースつけずにまずはいただきます。サーロインだけどすごい柔らかいし、油出ますね。正直990円だからそれなりなのかなとか思っちゃったんですけど、全然すんごい柔らかいですよ。肉汁結構出てくるし、これとこれで1500円ぐらいですよ。教えてくれてありがとうございます。絶対マッキーさん好きだと思うんですけど。いや、大好きです。シャリアピンソースをつけてみてます。うん、米食いたいですね。ご飯かき込みたいレベルだなこれ。あのソースつけちゃうとね、パスタとかガーリックライスとかがあるんで、なんか締めはちょっとそっちに行こうかなと、あ、これハラミですよね。来ました。この時点でトリュフのね、もう香りがすごいきて、でなんとこれで990円という。やっぱりその竹の屋という居酒屋業態が母体じゃないですか、やっぱり低価格でやってるやつですよね。ハラミ食べる前とか、マッシュポテトまだ食べてなかったんで。あ、ちょっとなんか下焦げ目が、これいいな。ほら、サーロインステーキのマッシュポテトすげえうまいっすね。表面がすごいこんがり焼けてて、でじゃがいもがゴロゴロ入ってるんですけど、結構ボリューミーで、あー、うんうん。で今またお客さんが、あの女性2人組が入ってきました。女性多いですね、お客さんは。そしてここからハラミが来るという。贅沢に見えるけど、でも990円とかね、いいですよね。いいですか、お酒いただいちゃって。すいません、いただきます。辛味の独特な臭み全くゼロですね。中のレアな感じがまた旨味がね、いいですね。で、このソース激うまですね。トリュフのソース、トリュフソース、これバケットと合わせ、あ、まあ、ポテトがついてるから、まあ、それつけてもいいと思うんですけど、明日で東京帰っちゃうんですけど、まあ明日もう一軒あるんですけど、まだ福岡はね、行けてないお店がたくさんありすぎてね、こっちすごいですよね、飲食店の数もそうだし、まあ東京も多いけど、ちょっと今年ね、あの年末ぐらいまた一発こっち行きたいですけどね。はい、ガーリックライスがやってきました。ガーリックライスにもお肉乗ってるんですもんね。全部肉ですよ、この店は。はい。すごいな。結構ボリューミーですね、これ。そこに厨房あるんですけど、もう炒めてる音も聞こえてきましたからね。おお、うまい。刻んだガーリックもご飯に散りばめられてて、でフライドガーリックの食感も相まって、ちょっとお肉と一緒に。うわ、来ましたね。結構卵が染みてるなこれ。すごい美味しそう。これはいいですね。めっちゃ映えますよ。映えるでしょうね。映えますよ。ワッキー TV では映えないかもしれないですけど。やっぱ別腹ですか。別腹ですよ、それは。これフレンチトーストはどう分ければいいですか。あ、でもこれ2つついてるから、そのまんまポンっていう感じですかね。ポンとかぶってください。こんな感じですかね。おー、すごい、トロトロ。フレンチトースト食べないですからね、普段。うわ、すごいなこれ。うわ、中がもう卵が染みちゃってる。ふわっふわですねこれ。ふわっふわでしょ。こんなにトロトロなの初めてかもしれない。これだけでも全然美味しいっすよ。もう甘いし、箸でいくっていうのまた新しいですね。どうですか。本当美味しい。美味しい。あ、そんな感じですか。ちょっと僕の真似していいですか。はい、どうぞ。スイーツ男子になりたいんで、女子の真似をしようかなと思います。まあ、あのここ福岡なんで、東京じゃないんで。